おはようございます。ということで、はい。映ってんのかな。真っ暗かもね。見て。あ、すごい。あ、すごい明るい。めっちゃ明るすぎる。びっくりする。目にこう四角いの残ってんだけど、ね、じゃあ。おはようございます。おはようございます。はい。今日は何ですか。いや広島に来ましたね。あ、そうです。広島三河八多原初挑戦ということで。はい。今は福山駅のホテルなんですけど、これから移動してって感じですね。です。コンビニに行きまして、はい。問題は、ガイドがおらんという。ということですよ。ノーガイド。ノーガイドだし、何ですか、おかっぱり降りれるポイント、とかも言ってもわかんないので、もう何個か絞って知り合いには聞いたんですけど、目指すは八多原ダムのメインバックウォーター。真っ暗な林道、ノーガイドでは心もとない。やば、今日カズオさんおらへんからバックウォーター取られてまうわ。カズオさんで全フィールド対応だ。ございます。朝一は八多原のバックウォーターから入ろうと思ってて、ちょっと一個ポイント行ったんですけど、なんか降り口がもうよく分かんなかったんで、反対サイドから降りてこうかなっていうことで。うわ最悪や、最悪やんか。朝一はラチェット144やろうかと思って、親にらみから。ほい、早速湖面へと向かう。おお、初八多原ファーストポイント、結構クリアだ。まずは状況を見る。雨強くなってない？これザーってきたら嫌だな。めっちゃ降ってるよ。フラットの張り出しにラチェットを通す。ちょっと羽やってみようかな。ちょっとこの弱い雨がしとしとしてる感じで。次にジョイクローラーで反応を見る。浮いてこないわ。なんかでも魚一匹も見えないですね。ダメな、ランランやばいね。あそこがバックウォーターで、もう一本のバックウォーターに到着。ほんまや、してるしてる。こんにちは。これって先も歩いていける感じですか？ちょっと行ってみてもいいですか？すいません、ありがとうございます。釣れました？3本？すごい。やぶこぎで進む。コバスがめっちゃ寄ってきてる。すごくない？コバス。コバスめちゃくちゃついてきてます。うん。そこなんか護岸みたいになってんのか。なんか違うベイトがいる。ハス？何がいる？なんか違う魚がいる。一個行ってない八多原の岬があるんですけど、八多原ダム最後の有力情報。どこか降りれるところがあるの？
すーちゃん。あ、これだ、すーちゃん寝たな。寝た。すーちゃん今寝てた。通り過ぎた。これ一人は怖いかもな。すーちゃんこれは怖いわ。何も魚も見えません。そして想像以上になんかボイルとかそういう系が少ない気がします。こんなもんなのかな。なんかね、なんせね、幅が狭すぎてちょっとキャストがしにくいですね。やば、最悪。へえ。一難去ってまた一難。うわ、最悪、これ布の岬だ。死んだ。さらに樹海をさまようことに。どこだったっけ。つらい。ここから先晴れマークずっと。イエーイ。その辺3つぐらいなんか教えてもらったピンあるから。ハッタバラを早々に見切る。あ、これ三河ダムや。うん、最上流が魚が上がれるのがここまで、はい、この橋からちょっと見たい。ああ、これは栄養素釣れてもないのに。トイレに寄った道の駅が思いのほかめちゃくちゃ良くて、今なんかみんな小腹が空いたっていうことなのでミルクアイスにしました。はい、力もみなぎるしね。うん、うまっ。撮ってるんですか。もう面白いこと言えないよ。ここまでのどこが面白いことであったのか。何かしらの魚はすごいうろうろしてるけど、ハス？めっちゃいいアユじゃない。アユだらけじゃん。本当にアユ？うん。その時。あ、あれバスじゃないの？だからこのアユ食いに来たの。やろうやろう。待って、バス大量にいる。上流向いて3匹。やばい、これはやばいわ。自力で見つけた三河ダムのバックウォーター、アユだまりのストレッチ。うわ、来た。流れに乗せてバスを騙す。あ、これドリフト系だ。鈴の苦手なやつだ。頑張れ頑張れ自分。この流れに乗せるのすごいむずいんですよ。同じルートで流す。流れに乗せてくんですね、ジョイクロ。こうやってアユが流れに乗ってきて下ってきて、またこうやってこうギュッて反転っていうか体の向き変えてみたいな、さっきからそういう動きをしてるんですけど、それをジョイクロで演出できた時が一番反応が良くて、チェイスはするんだけど最終的に食い切らなくて、多分何かしらの自分の動かし方が違和感を感じさせている。 でかいの何匹かいるし。逃げバスを見つけナチュラルに流す。全然無反応。今度は128へルアーのサイズを落とす。食いそう。うわー、あ、もう1回だけなんだ。激ムズだよこれ。マジで？ラインを水面から浮かせて誘う。
もう気づいてるわ。こうやって岩の陰に隠れてるんですよね。もう気づいた。もうバレてるんだよ。賢すぎるって。今もバスはいるんだけど、近くまで来て、あ、違うってなったっていう。フローティングの方がいいか。今度はフローティングで試してみる。あ、もう振るしかと。こう見えてるベイト、これアユなんですけど、結構いい型のサイズのアユが泳いでて、でそれにボイルしてる感じで、この浅いところまでバスがこう、派手なボイル音。いつもさ、そうやってさ、わ、見たけど。そしてよっしゃ、え、アユだった。今かかったの。多分ここめちゃくちゃいいんですけど、ずっとやりすぎてても今度バス側が気づいて上がってこなくなっちゃうんで、まあ、ちょっと状況、場所を休める意味でも移動しようかなって思ってたらボイルが起こるみたいな。なかなか移動できないって感じ。三河ダム好きだわ。魚見えたら好きになる。もし最悪今日釣れなかったとして、明日一日ここで粘ったらチャンスありそうじゃない？結構ね。一本下流の橋。うわ、向こう青子ラインできてる。団子か。団子推し。団子やなって言いたいだけ。これは団子やな。じゃあ、あそこで南国やな。南国や、もうインレットがあるんだって。しかもインレットのある青子エリア、いかにも釣れそうな予感がする。まずは周辺を南国で探る。インレット直撃。こうインレットになってて綺麗な水が入ってきてるからいいかなと思いきや、反応はないですね。暑い。3時半、何そんな微妙な。何時だろう。気圧が変わんねん。あ、そうなんだ、はい、予感的中。八田原に戻るもゲリラ豪雨に襲われる。どうしようかな。今3時40分、20分で戻れる。4時56、三河どう思います？ね、ダッシュで戻る。ほい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 。お鈴壊れてきた。ちょっと濁った。はい、雨により状況は変わった。流れがちょっと、ん、何今の。ハスか。ボイルもなくなった。厳しいよ。でも移動しない方がいいよね。やばいな、どうしよう。ボイルが全然起こらない。うん。時間の経過とともに徐々に濁りが薄れてきた。ほら、後ろ来るんじゃね。来ない、お願い。食って食って食って。
天才やね今日。食ったじゃんか。マジでこんなんでかかったんだよ。しかも2匹いたし、こうやって寄せてきて、でこれでスイッチ入ってみたいな。やばいやばい、これやばい。突然のボイル。やばいって、あれやばいよ。あちこちでボイルが始まった。飛び越えてったよね。うわ、あっちやばい。もう各所でやってる。あ、違う、人だった。ごめんなさい、ボイルかと思った。あ、ボイルしました、やっぱり。あ、すいません、恥ずかしい、死ぬ、恥ずかしいな、横取りそうになった、死ぬ。一人だったらもっと死ぬと。撮影狂いてよかった。翌朝、三河のバックウォーターは深い霧に包まれていた。なんか恋っぽくない？あれバスじゃない？なんかあれはバス。バスはいるんですけどね、入っては来るんだけど、難しい。やばい。やっぱベイトにめっちゃ執着してるから、その分すごいシビアなんでしょうね。見隠しながらの釣りってめっちゃむずい。なんかもっとボイルを聞くようかと思った。今日が最終日。午前中は欄岸に徹する。おかっぱりの人いる。あんなところに立ち込めんだ。ウェーダー履いてくるべきでしたね。そして最後の気になるポイントへ。一瞬見てこようかな。こんにちは、すいません、釣りしてるところ。ここ結構魚見えたりとかボイル起こります？そんなに。来すぎだよ。いろいろ、まあ、見に行っては見たんですけど、なんかいまいちだなって感じで、結局やっぱり良かったバスがいた、この三河のバックウォーターに戻ってきました。あれか、目の前を下るバス。進行方向へキャストし、スローに誘う。ジャークとかチョンとかめっちゃ逃げますね。追ってるのは多分178ぐらいのサイズのやつで、でもなんかマッチザベイトで合わせてもリアルなのがそこにいたら、なんかあんまり魅力感じないかな。つまり餌ボケ、本物には勝てない。キャストしたのはジョインテッドクローシフトの263。どでかいフォルムで興味を引く作戦だ。うお、一個レンジ入ったら食うんだ。なるほどね。難しいね。ウェイトを張りレンジを変える。来た。け、絶対違うだろうってのを投げてみる。
もう絶対違うだろうっていう。お鈴また壊れてきた。ドッグウォークもしてないしな。考えすぎて頭おかしくなってきた。死ぬ。大丈夫。怖い。こんにちは。釣れました？私も何回も入り直してるんですけど全然釣れなくて。もう全然もう飛ばすばっかりです。なんかでかいの全然無視ですよね、はい、見たけど反応しきらないな。最初だけだな。相変わらず難しいですね、ここは。どうする？うえー、言うても4時58分やからね。どうすんだ、マジで。頑張れ、お鈴ですか？そうです。わー、知ってくれてるんだ、ありがとうございます。月曜、ここでジョイプロで釣れましたよ。あ、本当ですか？どうやって釣るんですか？台風後ですけど、SG というよりドリフトみたいな。うわあ、そっか。もういるか、ここに。おい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 、いきなり派手にボイルが始まる。やばいやばいやばい。うわ、見向きもしない。危ない。やばい、みんな帰っちゃったよ。一人ぼっちだよ。2日間、夜明けから日没までやりきった。もうやだよ、もう無理だよ、そんなさ。やめれるかな、そうやって人のこといじめるのも。2日目のここが思ってたよりもあんまり調子が良くなくて、だけど他に良さそうな場所も見つけれてないので、ちょっともうここで、あの、なんだろう、最後も最初も最後もここで決めるって思ってたんですけど、うん、ライトリグに比べてビッグベイトはリスキーな釣り。ラチェット144ビッグベイトです。うっしゃ。それだけに釣れれば感動のひとしお。価値ある一匹を求めてビッグベイトにこだわる者たちがいる。幸せ、マジ。まあ、引き続き苦手な、なんでよ、もうもうこの人たちね、帰るよって言ったらボイル始めるから、今から帰るよって言うんで、あともうちょっとだけやらせてくださいね。はい、もう帰るよ、もう帰るからね。